ボンベを背負った潜水士が極寒の小樽の海に飛び込んでいきました。今日の小樽市の最高気温は氷点下 1.8 度。真冬日の海へ次々と飛び込んでいく23人の潜水士たち。港での水難事故を想定した海保と警察、消防による合同潜水訓練です。救助活動での能力向上や関係機関の連携強化を目的に行われました。新型コロナの影響などから4年ぶりに実施されました。水面点検入ります。水中で潜水士が一直線に並んで捜索したり、円を描くように捜索したりする訓練などが繰り返し行われました。関係機関が連携して、一緒になって捜索して、目を増やして捜索するというのが大事なので、お互いの関係機関の、能力の確認と連携の強化を目的に行っております。潜水訓練と並行して第一管区海上保安本部と通信事業3社による連携訓練も行われました。災害で被害を受けた通信設備を復旧するため、巡視船を使って機材を運ぶことを想定した訓練です。通信サービスを確保するというところと、途絶えた場合に迅速な、措置を行うというところが、我々の義務になっておりますので、それらを今後もですね、迅速に実現できるように訓練の方を進めていきたいと思っております。極寒の小樽港で行われた2つの訓練、関係機関が連携を密にして万が一に備えています。